政党が統一会まあねだからね彼は彼はっていうか12の賛成党は今雲隠れしてるわけですね続いてのニュースに行きたいと思います統一教会ですけどもね、えー、自民党山本元防衛副大臣そして武田良太郎元国家公安委員長マザームーンから、えー、統一教会を国の宗教にする 国家復帰司令を受任していたまあこれ、そのまんまなんですけれどもね、統一教会というね反日カルトにとって、まあ、国境にその統一教会を指定することは、あの国家復帰というらしいんですけれどもね、でそれを受任していた、命令を受けて受任していたと、でそれが保守だと、まあこのように参政党のバカが言ってるみたいですけれども、気違いなのかね、こいつらはというですね。 この菅鶴子にね、鶴子に、鶴子から、あの、統一協会を国家、国家認定するにだと言ってですね。で、それはイコールで、天皇陛下を真摯立てまつれっていうことと同じことですからね、これ。で、それを受任したような人間が、自民党で防衛副大臣やってたり、あるいは国家公安委員長をやってたり、警察行政のトップですから、ね。で、それが保守だと。 もうね今の日本、保守なんかどこにもないんです、ドイツもこいつもです、ドイツもこいつもみんな金に目がくらんでしまってね、もうね、こんな感じなんですね、うん、いくらなんでもひどすぎる、その通りですよね、でもこれが今の日本なんです、悲しくなるぐらいに、売国集団しかないんですね、口でいくら保守だなんだと言っても、所詮、こんなもんだったわけですね。 で、それも全部選挙が終わって、ようやく明らかになる。